ステファンに向けは、ドイツメクレンブルクイコールフォアポンメルン州のハーゲノブ、出身。自転車競技選手。2004年アテネオリンピックチームスプリントでは、イエンス、フィードラー、レネウォルフと共にドイツチームの第三層として、決勝で日本を破り金メダル獲得に貢献。さらにこの大会では 1km タイムトライアルにおいて、銅メダルを獲得。また、 2000年シドニーオリンピックの 1km タイムトライアルでは銀メダルを獲得している。一方、世界自転車選手権では2003年に 1km タイムトライアルで優勝の経験がある。しかしながら、フロリアン、ルソー、シェーン・ケリー、アルノー・トゥルナン、クリス・ホイといった選手たちの壁が扱ったこともあり、1km タイムトライアルではシルバーコレクターの存在に、 マンる結果となった。シドニー五輪の同種目では大本命と目された、トゥルナンが不調だったこともあって、金獲得のチャンスと思われたが、副兵のジェイソン・クアディに優勝をさらわれ、上記の通り銀メダルにとどまっている。加えて、チームスプリントなどの種目でも3位というケースが多い。以後も、ブロンズコレクターにとどまるケースが続いているが、2009年のトラックレース世界選手権。 1km 1タイムトライアルでは1分00秒666のタイムをマークし、同大街道種目で6年ぶりの優勝を果たした。2010年、ローベルト・フェルステマン、マキシミリアン・レビと共に挑んだ世界選手権、チームスプリントにおいて決勝で対戦したフランスの5連覇を阻止する優勝に貢献。2011年と2012年の世界選手権では、 1KMTT 連覇を果たした。国際競輪は2007年に初参加。15戦5勝の成績を挙げたが、競輪競争に対して慣れていなかったせいか、いわゆる勝ち上がり戦における勝利は、初戦の KO 格における2勝にとどまり、マークについた一部の競輪選手から、大して強くない。という、ありがたくない評価を受けたこともあった。 1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2 0 1 0年、2011年、2012年。ありがとうございます。